ト、ジュサミのシュート、膝下早いですよ、打ちましたかね。これはさすがの FC 東京ですよね。これは、宇佐美選手の ね、 そうですね、まあ、技術になってきますから、はい、十分注意しないといけないですね。大森が切れ込んできて宇佐美に渡す、これは同級選手、いいワールドクラスのゴールを叩き込みました。さあ倉田は逆サイド、宇佐美溜めた、そして阿部、そして宇佐美、2人、3人、いや本当に独特ですよね。キーパーもこうちょっとタイミングがずれたようなねところだったところで反応が難しかったですよね。大森は反転した、横を使う、阿部のキープ、宇佐美に入れる、シュートありますよ、自分で打ってきます、宇佐美対応遅れましたね、少しね、遅れちゃダメなって、左に預けます、大森が中にいます、そして阿部も中に入ってきました。もう一度宇佐美か、もう一度宇佐美、ふわーっとした、彼もインターナショナルの選手なんでね、はい、武器は最低でも15得点と長谷川監督から葉っぱをかけられている宇佐美ですが、開幕ってくれると面白くなるはずですが、残したボール宇佐美来た、シュートがあります、この人打ってきました、遠藤ワンタッチ、宇佐美絡んでスペースに出して、今度からのボールでした、パトリック、パトリック、今井、おっと今井倒れて、パトリックは大丈夫、宇佐美ありますよ、多い角度なんですが、はいはい、ありますけど、ここは完全に上で、ただすぐにガンバが押し込んできた、ワンタッチで繋いでいく、抜けたのは藤原、中に3人に安田、決めた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 のは、その遠藤が蹴って、西野が外、西野に合わせてきました、ヘディング、ゴールだ、これセッターの西野です、西野ですかね、フリーでしたね、そう話しています。前節はガンバ大阪、FC東京をただ叩く、そういう気持ちでこの